こんにちは、ゆっくりシャーロック・ホームズです。住所は、ベイカー街 221B です。なんか、ものすごく、視線を感じる今日この頃。スティーブ・ディクシー、こっち見るな。まあ、とにかく、ケース188、始まったよ。また、前回遊んでから、少し時間が経ってしまいました。ベイカー街のすぐ裏にある、探索済みの洞窟で練習します。マインクラフトを始めた頃に探索した洞窟は、どこも湧き潰しが中途半端です。なぜ、こんなに暗いままにしてあるのか、自分でもわかりません。はいはい、全然ビビっていません。あれ？いいね。いるね。後ろから、失礼します。スケルトンがゾンビを倒しちゃったよ。完璧だね。あっち、暗いね。未探索の洞窟です。落ち着け。今のところ、順調です。ベイカー街の近くに、未探索の洞窟があるなんて。私は、バージョン 1.9 で、モンスターに勝てる気がしません。1体のエンダーマン、2体のスケルトン、3体のゾンビ、いずれも勝てる気がしません。いてて。だから、痛いってば。弓だと、盾が使えません。剣だと、盾が使えますが、モンスターに接近する必要があります。動くから、当てるのが難しいです。ふぅー。あれ、2体同時だったら、本当にまずいから。ああ。ゆっくりシャーロック。今の何？なんか、ゆるいの入ったよね？警告で、あれだけ警告したのに、油断していました。ダイヤ装備意識を失うのは厳しいです。そして、場所がわかりません。あったよー。ドロップした場所がわからない場合、手ぶらで向かうのは危険です。でも、運よくアイテムの場所にたどり着けたとしても、荷物がいっぱいで持ちきれない場合があります。なので、私はチェストを持参します。とにかくチェストにアイテムを移動して、散らばったアイテムが消える前に回収します。で、一旦荷物を持ち帰ります。出口の手前で眠ったので、モンスターは燃えているはずです。じゃあ、ゆっくりシャーロック。ジェジェジェ、またなんか入ったね。入った。もうおなじみ、自分が燃えるパターンね。ふぅー。一難去ってまた一難。ダメだ、勝てる気しない。集団はやばいって。たかがゾンビに、これだけハートを減らされる私。バージョン 1.9、難しいです。ハスタラビスタ、ベイビー。アディオス。あいたた。オフボアール。ゆっくりシャーロック。私は今、旅に出ています。どこにいるかというと、ちょっと説明が必要です。こわ。説明しよう。221B からこの場所に来るまでの約1時間30分、ワトスン君は確かにカメラで記録していました。しかし、突然 Windows 8.1 が再起動して、記録したデータを取り出せなくなりました。
現在、ベイカー街から、北東、地図2枚分離れた場所にいます。バージョン 1.8 になった時、西に道路を作り、新しいバイオームを目指しました。東は、地図を作らなかったものの、探索していましたから。でも、あの時頑張って探索したと言っても、せいぜい地図1枚分なのです。とにかく、私は下手っぴーだからね。落ちちゃった。あれ、新しい村だね。ゾンビーフ村以来だね。もう、ベイカー街にも、ゾンビーフと交換してくれる、牧師さんがいるからね。ぴょんぴょんして、喜びを表現しています。お？これは？ビートルズ？ビートルートだな。この村、気に入った。鍛冶屋と教会がない、小さな村です。まずは、ちょろっと湧き潰しします。雰囲気が合いませんが、今はこれでいいでしょう。よし。ゾンビのうめき声だね。まずい、スケルトンとクリーパーだ。逃げるふりして、反撃開始。次はスケルトン。広いので、ここを湧き潰すのは、無理かな？村の下に洞窟があると、厄介です。なぜならば、時計を見ながら探索する必要があるからです。夜になれば、地上で襲撃イベントが発生する可能性があります。いてて、こめかみやられた。お？あれ？なんでクリーパーが爆発したの？必殺、待ち伏せ。村が心配なので、戻りましょう。村を守るための、フェンスが必要です。ネザーゲートを設置して、ベイカー街と繋ぎます。あ、まずい。何かが燃えている。だから、村の近くで洞窟探索は、難しいのです。司書さんも感染したか。終わったか？黒曜石を取りに来ました。燃えてるから、すぐにわかりました。シャバー。ネザーゲートを作るには、10個の黒曜石が必要です。火打ち石も必要です。ネザーゲートを保護するために、丸石をワンスタック持参します。火打ち石と打ち金を作ります。村人の侵入を防ぐため、鉄のドアを作ります。さて、どこにネザーゲートを設置しようかな？ここに決定。鉄のドアに交換します。この下、まずいね。ボタンを作るために、丸石を精錬します。ここにネザーゲートを作ります。ゾンビの声が気になりますね。ちょっと、退治してきます。ゆっくりシャーロック。それでは、ネザーへレッツゴー。お、松明？道だー。ベイカー街のネザーゲートを探す手間が省けました。これは本当に楽です。道を作っておいてよかったです。天井が低いので、丸石で塞ぐ必要もありません。とりあえず、ここがどこなのかわからないので、道に沿ってベイカー街に向かいましょう。ネザーで特定の場所を探すのは、地上よりも大変です。なるほど。ブラジルの反対、出口方面ですね。村を防御するために、材料を持ってこないと。
なんか落ちてました。はい、到着。最後まで見てくれて、ありがとうございます。次回、ケース189でお会いしましょう。ビートルートは、味がありません。ねえねえ、オープニングのメイキング映像、見たいですか？どうしようかな。ゆっくりしゃーろ。怪我しないように、気をつけてね。お、いいね。ここから左に。はい、カット。次は、室内で撮影します。ここね。お、エンダーマンも入っちゃおう。いいね、もう一度。はい、カット。ゴーレム、邪魔。撮影中だから、ごめんね。ああ。ゴーレムさん、撮影中です。気を取り直して、アクション。こっち向いて。よし、いい笑顔です。